スギ花粉が大量飛散の恐れ昨年の猛暑により今年は6年ぶりの大量飛散の恐れがあることが明らかになりましたこのスギ花粉なんですが2月下旬から3月中旬がピークになりそうでありまして私も花粉症であり以前アレルギー内科に行って免疫注射をですね打ってもらったらかなり良くなって たことがございますので、皆様も花粉症に苦しんでいる方は、ぜひともアレルギー内科に行っていただき、医師から適切な治療を受けるようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。